どうも、なおちんです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しいスキルの検証をやっていきましょう。歌は俺の娘だ。今日検証するスキルはこれ、鉄壁ですね。防御力が上昇する。上昇量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。それでは今回の検証方法ですけども、ここで行います。ストーリーモードのビッグマムとカイドウが出てくる場所ですね。ビッグマムの HP をある程度減らすと、ヘブンリーファイヤーを打ってカイドウと交代します。そのヘブンリーファイヤーを、至近距離で受けて、どれぐらいのダメージが出るか、それを測ってみようと思います。この鉄壁のね、検証方法がなかなか難しいと思ったんですけども、多分これで検証できると思う。一発だけ確実に食らいます。で、繊維の戦闘術をつけてますので、 HP はマックスを維持することができます。で、今回ですけども、まずは鉄壁は入ってません。鉄壁なしですね。鉄壁なしの状態でダメージを受けてみましょう。まあ、とりあえず、ビッグマムの HP を減らしていって、ヘブンリーファイヤーを受けましょう。 OK。 HP は、おお、じゃ今の違うからね。マックスの状態を維持します。 OK。 次してくるよ。どんぐらい？おお、これぐらいです。一発ダメージを受けるとこれぐらい減ります。では次、鉄壁を入れてみましょう。それでは、スキルを入れてきました。鉄壁ですね。レベル5です。どれぐらい減るかな？むちゃくちゃ減ってくれれば、すごい嬉しいんですけども。まあ、とりあえず、HP、減らします。あ、で、ちなみに、難易度は、超難しいでやってます。超難しいなんで、めちゃくちゃダメージは受けるんですよね。よし、この状態でどれくらい減らせるんだい。 HP もマックスにしました。 OK。 おダメージがこれぐらいですね。結構違う気がするんですけども、ちょっと編集入れて、正確な数値を見てみましょう。それでは編集してみました。ダメージを定規で測ってみたところ、約 25% 軽減されるっぽいです。レベル5なので、1ごとに 5% 軽減されるのではないでしょうか。ちょっとこのスキルはいまいちですね。これを入れるぐらいだったら、HP 回復の、繊維の戦闘術とか、そういうやつを入れた方が、効果は断然高いですね。わざわざ防御力を上げなくていいと思います。思いっきりの外れスキルですね。まあ、そもそも、起死回生の力を使ってるので、HP はできるだけ低くありたいんですよ。なので、これは入れなくてもいいのではないでしょうか。はい。効果は約 25% でした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。